こんにちは。マルキミコスメティックのゆりとこうこです。はい。お願いします。日本からお送りしています。はい、皆さん、うちのサイトを見ていただいてありがとうございます。こちら、今回新しい新商品を出しました。はい、で、水マリスカルプウォーターがこっちの200ミリですね。で、こちらは、今まであったんですけど、これはこのままお顔用として、お顔に、これとこれですね。2つ。水マリの120ミリと、このフェイスローションですね。と、50ミリの、美容液です。で、今日、まあ、どんな感じなのかっていうのを皆さんにご紹介したく、ここに、日本からライブ配信をしています。はい。はい、で、皆さんね、うちの、商品ページでよくビフォーアフターが出てると思うんですけど、本当にって思われてますよね。で、これ本当なんです。で、私日本でエステサロンをやっていて、そのエステサロンのお客様たちに去年からずっと使ってもらってました。で、頭に塗ると髪の毛が増えたんです。で、あと顔に塗ると肌が若返るし、トラブル肌の人とかも今全然トラブルがない状態になります。で、毛穴もすごい縮むんですけど、まあ、まずこちらのね、頭用、まあ、どれぐらい効果があるのかっていうのを見てください。で、60代の女性なんですけど、これこちらね、塗っていただいて朝晩10プッシュずつぐらい塗っていただいたら1ヶ月後にこれぐらいまで増えたんです。で、この方もともと肌がすごく弱くって、もうよくこうかぶれたりとかして皮がむけてたんですけど、それも今一切ないです。もう今綺麗な皮もむけずに、かゆいところもなく赤いところもないです。はい、60代女性ですね。で、そしてまだまだ女性いきますか、男性いきます、男性いきましょうか。はい、男性も大丈夫です。男性の、はい、例えば油で頭皮がベタつく方とかも、これ実は毛穴の中の油とかもきれいに分解してくれるので、髪の毛が生えやすい環境にしてくれます。はい、男性いきますね。この方もこうね、渦が気になってたんですけど、じゃん、1ヶ月後、はい、ワンマンツレイターです。はい、そして1年後、もうこれビフォーアフター取り出して1年ぐらい経つので、ね、何もなくなりました、渦が。でも彼がまあ一番喜んでいます。これ彼、ワヌクリコスメティックの社長です。はい。もう社長がね、薄かったらこれ話にならなくなっちゃうんで。はい。で、女性も行きますね。はい、これもうね、昔からうちのサロンに、エステサロンに通っていただいて、もう私この方とはどれぐらいかな。20代の時は26年ぐらいのお付き合いです。で、彼女も、もうとっても若いんですけど、見た目がね。でも、60代でここら辺がやっぱ薄くなってきて気になるって言われてたのが、まあ1ヶ月後使っていただくと、ちょっとこう量が増えてるの分かりますか？で、これ、横から見るとこれぐらいかなって多分思うかもしれないけど、上から見ると、はい、皆さんここですね。やっぱ生え際って女の人、こうだんだんね、薄くなってきちゃうんですけど、1ヶ月後ちゃんと生え揃って、この M 字がまっすぐに、なってるんです。はい。で、よくさ、売られてる育毛剤って皆さんここばっかりかけてると思うんです。で、ここが気になる人ってここにつけるんだけど、下おでこについちゃったらこうね、なんか気になってこう拭いちゃったりとかしてると思うんですけど、この水マリのスカルプウォーターは顔に塗っても全然大丈夫なんです。はい、で、なんならおでことかもすごい綺麗になるから、おでこから毛は生えることはありません。はい。この方見たらわかるんですけど、ここにちょっとシワがあったんです。で、彼女もここの生え際のとこ気になってたけど、塗って1ヶ月後、彼女の場合髪の毛も増えたんですけど、おでこがピカピカになってるのわかりますか？これぐらい。もうここに塗って、もうそのままペチャペチャペチャって、ペチャペチャペチャって、おでこについても大丈夫です。はい。で、化学薬品が一切入ってないんですね。で、化学薬品が入っていないのに、じゃあなんで髪の毛が生えるのかというと、実はこれ、日本の大学病院とかで、いろいろこう肌再生のために、使われている液体なんですけど、ま、そうですね、その、私たちの頭皮環境とかを、
一番髪の毛が生えやすいとかお肌が綺麗になるペーハーって皆さん 4.5 から5.5 のその間をずっと保ってあげると人の体とか髪の毛って老けないんですって。でそれを実現したのがこの魔法の液体です、水丸のね。でこのそれだけじゃないんですけど、実はそこの、まあ、ペーハーを一番肌とか頭に頭皮環境にいい状態に持ってってくれるのと、プラスアルファ私たちがもともと持ってる細胞って一番20代30代の時がピークじゃないですか。皆さんね、20代30代の時髪の毛薄いの気になったりさ、肌が何だっけ肌がこうこれ何か出てきた、肌がたるんだりとかなんか荒れたりとかするの気にならなかったと思うんですよ。それってもう細胞たちが一生懸命新陳代謝を起こして肌を守ったりとか髪の毛守ってくれてたんですけど、まあ、大体40ぐらいから老化を感じ出しますよね。なんか40代ぐらいからもう足輪が出てきたなとか、ほうれい線気になるなとか、髪の毛薄くなってきたなと思うと思うんですよね。でこういうふうな細胞のね生まれ変わりがこう衰えてきた時にこの水まりの液体塗ると、実はここから20代30代の時の細胞までその元気にさせるような優れものなんです。でじゃあ使い続けたらどうなるのかっていうのをね、先ほど1年後のね写真男性見せたじゃないですか。もう渦が見えなくなるぐらいになってるんでしょ。でこれ70代でもそうだったんです。もともと70代の方はまあ薄かったんですね。で一生懸命髪の毛にお金かけられてました。もうシャンプーとかも高いの使って。でもこれ塗り出してから1ヶ月後もう髪の毛ちょっと太く元気になったんですけど、これから1年後を見ましょうかね、はい、じゃん、増えましたね。すごいでしょ。でこれ70代でもこれぐらいになるってことは、もう70代になると細胞のポテンシャルがやっぱりもうほとんどなんかこう新陳代謝が行われない状態になるのをこれかけると活性されるんで、もう一生懸命細胞たちが髪の毛増やそうって頑張るんです。で髪の毛が生えやすいペーハー 4.5 から5.5 の間に保ちながら細胞を生き生きさせるんです。元気にさせるんですね。こうもね、この状態をずっとさせてたら、1年後、あんだけ髪の毛が生えたんです。で、ただね、皆さん毎日のことだから、だんだん増えてるのを、そんなにね、この方も、いや、そうかなみたいな感じで、いや、増えたよって言っても、見比べると分かるでしょ。だからこの水まりたちを皆さんご購入されて使われる方はもう同じ環境でちょっと写真撮っていただいてたら1ヶ月後ちゃんと増えてますからね。でもまあ私のこと信じて、あ、じゃああの人が言ってるし増えてるよねって言って、もうめんどくさいわって人はもう写真撮らなくていいんですけど、増えます。で私も実はちょっとね薄くなり始めたの、42ぐらいの時かな、薄くなり始めて、このボリュームがないだけでね、なんかすごい、私でもこの時分かんなかったんです。ただこれたまたま私の趣味が日本の神社を巡ることなので、神社に行くたんびにこうなんかね入り口とかを写真撮ってた写真だったんです。で、私これ水まりに出会って今1年なんですけど、その時に写真撮ってみたんです自分で、うん、まあでも皆さんこれでも分かるでしょ。でもね、私この時気づいてなかったんですよ。でその後撮ってみたら、うん、あれ増えてるってなって、はい、もう私気づいてなかったけど増えてるんです。だから増えてるのもあるけど、皆さん分かります、これさ、おでこがちょっとシワシワしてるんですよ。ちょっとこう影になってる、分かりますか、うん、今ね本当におでこツルツルなんですよ。ツルツル、はい、そうなんです。だから髪の毛が増えたのが分からないぐらい増えてるんです。もう私気づいてなかったです、本当に。はい。でも、皆さんね、なんとなく薄くなってきたなっていうのを気づいてらっしゃる方、うん、こういう方は、やっぱり写真撮って見てもらいたいなと思って。はい、で、まあ、うちの、スタッフの旦那様もね、はい、この方ね、ちょっと早かったんです。30
38歳ぐらいで、これぐらいまで。で、そのうちのスタッフの旦那様ですね、38歳で薄くなってて、お子さんたちからなんかパパ髪の毛が薄くなったねって言われてたんですけど、これ塗って、まあ、1ヶ月後とかちょっとだんだん増えてきたんだけど、最終4ヶ月後これぐらいまでなったんです。はい、ね、もうなんかこのレスなんかすごい髪の毛がもじゃもじゃして、まあ、一応頭皮が見えなくなってるんですけど、彼もまた言ってました。僕こんなに薄くなってましたっけって。でも写真撮って見比べると分かるじゃないですか。だからまあ日々のことですよ。朝と夜こう塗るだけで薄毛のこととかを気にならなくなる。で、本当に敏感な方たちは、うん、あ増えた増えたって言ってくださるんですけど、もういつも日常忙しい方ってね、気づいてないんですけど、本当に生えてるんです。はい、しかも、頭だけじゃないんです、うん、顔もね、顔もちょっと今から顔用いきます、はい、もうこれは髪の毛用です、はい、で顔用ですね、はい、顔用瓶の方です、はい、この液体もお顔にまずプッシュしてもらって、うちのサイトに行くと私が使い方書いてます、はい、で結局今までのお化粧水たちってこうやって手に皆さん出して使ってたと思うんですけど、液体結構デリケートです、はい、デリケートだし瞬時に効果があるので、手につけちゃうと手が全部栄養吸っちゃうので、顔に塗るときなんかちょっと薄まっちゃってるので、ダイレクトに塗ってください。これ頭皮も一緒です。頭皮 もう髪の毛かき分けながら、かき分けながらもうシュシュちゃんとシュシュってかき分けながらやらないと頭皮に直接つけてほしいんですね、はい、で顔もそうです。顔も直接プッシュをね、シュシュシュってして、これポンプになってるんで、ポンプをちょっとかけて、1本の指、もうこうベロベロってしたらダメです。1本の指でもうあまりこの液体に触らないようにしながら塗っていきます。で首まで塗ってくださいね。で、実は私の、目の写真があります。これ、この液体たちを使う、水まりを使い出したぐらいの時に、まあ、一応写真撮っとこうと思って撮ってた。でもこの時も私目の上にこんなにシワがあるって自分で分かってなかったんですけど、で1ヶ月後これ分かりますか、すごい張りが出てるんです、うん、でもあたかもずっとこれこのような形の張りがある顔と私は自分で思ってたんですけど、意外と分からないもんですね。比べてみるとこれぐらい違いました、うん、でこれの美容お化粧水の濃いバージョンが美容液出してます。この美容液も、50ミリで、これも朝晩塗ってほしいんですが、夜は結構たっぷり塗っていただきたいんですね。で、塗るときも一緒です。もうワンフィンガーで、もう一本の指でもう伸ばしていく。で、伸ばしていくと、フィルムのように、パツって固まります。で、固まるのが正解です。で、そのまま固めた状態でいてくれる方が、お肌の中の細胞をこちらもこちらもめちゃめちゃ細胞を元気にさせるって言ったじゃないですか。しかも化学薬品使ってないから、お肌が荒れてる人たちの肌も元気になります。で毛穴も縮みます。で彼女ね、すごい肌荒れで悩んでたんです。でうちのエステに来る前に病院に行ってね、いろんなお薬塗ったりとかしてたんだけど、やっぱりかぶれちゃってて、ここねゴワゴワしてて赤いでしょ。でこの方も1ヶ月後赤みは取れました。でも何よりこの方も言ってました、私こんなにたるんでたかしらって。でもこのたるんでたところも口元全然違いますよね。はい、でここからの1年後ですよね、はい、1年後ここまで引き締まったんです。全然違いますよね、ここのこのたるみからこうね、これ今年の5月なんです。これ去年の5月です。だから本当に塗れば塗るほどこの細胞が元気になって若返るの分かりますよね。たったこれでいいっていいんです。でここにいろんな皆さんね、ビタミン使ったりとか色が白くなりたいからとかあると思うんですけど、この2本で色も白くなる、たるみも引き上がる、小じわも伸びちゃいます。はい、でもしっかり塗っていただきたいので、これだいたい1ヶ月分ですね、2本。で私3、4年ぐらい前にたるんでこんな顔だったんですね。この時はこの時でね、ベストと私は思ってましたけど、
やっぱ目元とかがちょっと元気がないの分かりますか？これたるみが原因なんです。で、このたるみが原因だったんですけど、これ塗り出して1年ぐらいで、まあ、たるみが引き上がると皆さんやっぱ顔って元気に見えるんですよね。で、化学薬品が入ってると目元とかキワキワ塗れないじゃないですか、普通。これ目に入っても全然大丈夫なぐらい安全です。なのにちゃんと目元も引き締まって、ここのお顔のこのラインも引き締まってね、きます。そしてこれを塗ると髪の毛まで増えるんで、この3点セットって本当に若返り3点セットです。はい、素晴らしいです、ね、素晴らしいです、はい。でこんな感じで皆さん使い方は間違えちゃダメなんです、はい、直接お肌につけてください、はい。でこれは1本セットから5本セットまで用意してます。で5本セットなんか今 20% 引きなのかな。でも皆さん5本セットあると結構じゃあじゃあたくさん使ってほしいんで、5本セット 20% オフ作りました。で2本セットから 5% オフとか3本セットが 10% オフとかなってます。でこの美容液たちもセットで買うと 8% オフです。で、1本で買うとまあ定価なんですけど、まあ、2本買っていただくとまたここもお安く設定しています。はい、はい。でもこれぐらい皆さんちょっと一応ね、私もコウコさんも、はい、コウコさんの20顎が本当に引き締まったんです。だからワノ国コスメティックのこの水まりたち、はい、もうめちゃめちゃいい商品です。そうなんです、ね、はい。でかぶれもうお肌が傷んでる人も大丈夫だし、頭皮が弱い方も使って大丈夫だし、もうなおかつ効果出ます。効果出てるんですけど、意外と皆さん気づいてないんですよね。ねえ、もうなんでですかね。あ、でも後ろ姿とか全然この方、これでもね、ここ一番最後1年後これぐらいになってるんですけど、この方もね、私こんな人かって言われるんですけど、もう写真はね残ってますからね。そうそうなんです。じゃあ皆さんも一緒にこの水まりたちを使って。で化学薬品が入ってない日本でいう特殊機能水です、ね、はい。もうこんなに効果がある特殊機能水、はい、なかなか出会わないと思います。皆さんぜひ使ってみてください。はい、じゃあまたお待ちしてます。またライブ配信で Have a nice day。 水まりスカルプケア can be done without putting pressure on the skin. What does that involve? 1. Sebum control. 2.Reduce of oxidation to the scalp. 3. Pore and hair follicle sterilization. And 4. Scalp pH adjustment. There are many possible causes of hair loss, such as stress, sleep deprivation, eating habits, hereditary reasons, and so on. But the main causes of hair loss and hair development failure from the perspective of skin care are excessive secretion of sebum, oxidation of sebum, and aging.Hair grows with hair follicles by sending the necessary ingredients from the capillaries to the hair root cells at the bottom of the hair follicles. The growth period is 2 to 6 years, and when the growth period ends, it declines over 2 weeks, resulting in hair loss and new hair after 3 to 4 months of suspension. It has a very long cycle. Sebum in moderate hair follicles protects hair and helps the growth process.Sebum balance, sebum control is very difficult, but it is very important for scalp care and hair care. Oxidation of sebum causes poor hair growth. Not only does it make your hair thinner and easier to fall out, when pores are blocked by horn plugs that mix sebum with unwanted keratinocytes and dirt, hair will be cut off during growth. As you get older, pores expand sideways due to sagging skin. Simply put, spread poreswill increase hair loss, but moisture and sebum will come out of the pores, while germs and foreign substances will enter. The balance inside the hair follicle is broken and hair loss occurs. The so-called fatty scalp has a lot of sebum secretion, so the hair follicles and pores are already bloated, and naturally there is a high possibility of hair loss. If you don't clean it up, you will create a horn plug, which increases the risk of oxidation inside the hair follicle. Furthermore, it destroys even the hair root cells at the bottom of the hair follicle, so there will be a phenomenon in which hair growth will never occur again from those pores and hair follicles. Point 1. Sebum control.
Mizumari removes excessive sebum. Sebum secretion is not regulated by hormonal balance, not externally. It inhibits secretion. It's not to decompose the dirt and remove the sebum. Alkaline is a moving force and moving more and more dirt on the fine particles. Mizumari, when put on skin and then make a weak acidity, can create a good environment. It's amazing that it can be able to do this. Point number two, oxidation. The skin is accumulated oxidation in the pores. In skincare, this is heard of again and again. When you say oxidation is to destroy the substance, it is activated and returns to the original state. Oxidation, the power to return to the original state, makes Mizumari an amazing product. Point number three, bacteria and hair-causing bacteria. The skin-like bacteria must be important for the scalp, but balance is important. Exercise and external sebum is preferably used to propagation of bacteria. If you neglect the skin cells, you risk cutting off the hair cells and hair roots. Soap is not able to wash hands 100%. Shampoos also cannot wash the scalp properly. Mizumari is a bacteria effect, so it continues to have a healing effect on your hair, thereby cleaning your scalp more thoroughly. Point number four, pH adjustment of scalp. For a healthy scalp, application to the scalp approximately 3 hours after washing the hair will help increase pH levels gradually. Low alkaline levels lead to yellow grapes and active bacteria that are caused by skin disease. Those who frequently shampoo their hair with labels such as sensitive scalp or troubled scalp also tend to have a low alkaline neutralization effects. It is said that it takes nearly twice as long to recover the pH levels of weak scalp as opposed to healthy scalp. Also, the scalp takes longer to recover pH than your face, so you need to be more careful. The key to preventing the growth of bacteria is shortened to a time of pH 6 to 8 and quickly return to a weak acidic state. In scalp care, pH adjustment is very important. Mizumari quickly restores acidic and alkaline pH to slightly acidic hair that is easy for hair to grow. With this product, it increases alkaline and decomposes dirt on the scalp, and then returns the scalp to mild acidity to help a hair grow. With this, you can recover your from hair loss and thinning. We deliver this kind of scalp product to everyone. Wano Kuni Cosmetics only manufactures safe and secure products, whether you put them in your mouth or even in your eyes. It does not use any ingredients that are harmful to the body. However, it is not a weak product by any means. We would like to share with you the results of our research in Japan. Please take good care of your hair with Mizumari.